新しい王、第6代目かな、6代目の王が即位しました。お名前なんていうの、あなた。ジェラルド、マイケミカルロマンス。そして新しいミッションとして、青い方を食べてみると世継ぎを設ける。ほう、青い方、なんかそういう選択があるんだろうね。あ、どうも藤です。はい、それではやっていきましょう。ゲームの説明に関しては前回と前々回をね、見てみてください。私の主導で診療所を運営すれば伝染病の流行を防ぐことができるでしょう。この人って確か魔女だよね。ああ、まあ、あ、危ねえのかな、こいつ。うちの医師ではダメなのか。ああ、単純に聞いてみるか。はい。陛下、今朝の陛下の尿は尺投げのような匂いがします。何それ。当分は馬での外出はお控えを。尺投げとは何だ。はい、いいえ、まあお医者さんが言ってんだったらそうするか。はい。あ、なんか下がった。あの医師に診療所の所長が務まらない理由、本当にご説明する必要がありますか。え、何。じゃあこの君は診療所を乗っ取りたいわけだ。なんか怪しいんだよな、こいつ。魔女だし。かといってさっきのね、あの医師も、なかなか怪しいは怪しいんだよね。まあ、とりあえず、はいにしよっか。説明じゃあしてくれよ。今のは皮肉です。診療所を開いてもよろしくて。うわー、こいつはな、怪しいな。ダメだ、お前には任せられん。お、コベントン。西部と交渉中の南部より強力な要請が入っております。お、我が軍を中立の監視軍として派遣しますか。無論南部からの謝礼金を期待できます。お、なるほど、まあいいんじゃないかい。言っといて。あ、でも兵力下がるな。陛下、村人がみんなで使える納屋を建ててください。そこに食料を蓄えれば飢饉に備えることができます。お、それはいいんじゃないかい。まあ金は入ったし、うん、国民人気もね、増やしておこう。はい、オッケー。お、備蓄食料。納屋の建設費用は決して安くはない。とはいえ、飢饉への備えがあれば、民の反乱は防げるだろう。なるほど。なんかここにマークついたね。てか前回さ、俺悪魔王になって、はいっつったらその相手が死んじゃうっていうその呪いにかけられたんだけど、ここのマークが、あれ消えた段階で、なくなってたらしいね。まあ、コメントでのね、たくさんのご指摘ありがとうございました。だから、これはまあとりあえずいいでしょ。どう影響してくんだろうね。牢から大勢の囚人が脱走しました。捜索隊出してください。それは出さなきゃな。まあ、はいにするよね。捜索隊出したら、兵力下がるんじゃない？これ終わっちゃうんじゃない？でもこれ出したいよね。どういう風に作用するんだろう。いや、もう一回、はいにしてみよう。あ、下がった。ギリギリ。我が軍は、イサミヤ氏から失態を演じ、南部と西部、双方と戦争状態に。マジか。そうか。兵を撤退させよ。にしたら、これ兵力温存ってことで、これ兵力上がるんじゃない？上がったね。鉱山で金が見つかりました。さらに深く掘ってみますか？そうだね。いいんじゃない？はい。うん、はい。だけど、うわー、やばいやばいやばい。東の国境付近の山岳地帯は、無法者がはびこり、荒れ果てております。策はあるか？捨ておけ。これは、策はあるか？オードリー、タコーン。ヘンリー公を領主に任命し、あの地を治めさせてはいかがでしょう。むしろ、それなりの対価も支払わせます。ほう。これどう作用するんだろう。これ、いいえよりは、はいのがいいだろうね。はい。慎んでお受けいたします。未開の地を陛下の名代として治めることができ光栄の至りです。厳しく治めろ、公平に治めろ。公平にかな、これは。公平に。よし、ヘンリー公に治めた結果、山岳地帯には不正がはびこり、ますます荒れ果ててしまいました。何やったんだヘンリー。あっという間だったな。やつ呼び戻せい。現在ヘンリー公は大規模な山賊団の頭目として君臨しております。兵を派遣しますか。あの野郎、寝返りやがった。待ってよ、これ派遣しちゃうと
下がるよね、兵力。いや、あの野郎、無駄なこと、いい家にして、あ、でもいい家にしたら、国民人気は下がるのか。ほっとくなよって感じになるんだろうね。ああ。うわ、だけど、危ねえからな。兵力よりは人気の方を下げようかな。いいえ。ああ、おか、うん、危ない危ない。王の反乱の結果、討伐を再び混乱に陥った。ええー、王だって大変よ。陛下、新たな教会を建設するべきです。今それ言うの？これ以上必要なかろう。うん、まあいいでしょう。東部の野人たちが国境に迫っています。あー、ヘンリーの野郎か。守り固めるか。あ、いい家にして温存する？いや、待って、やばいな。迫ってるんでしょ？はい。あ、あ、そう、これでいいのか。あげるのか、これで。森で青いキノコと茶色いキノコ見つけました。お！青い方を食べられるようです。勇敢なるアデマール、髪長。じゃあこれはね、ミッション通り青い方をね、食べてみようかな。食べてみよう。お、幻覚を、幻覚見てんの。青だけ突然気分が高揚してきた。この先数々の不思議な体験をするだろう。ガンギマリ国王、マジか。あこう見えてんのね。何見て、何を信じたいんだよこれ。南の国には若い王女がおり、彼らは陛下とこの王女の婚約を主張しております。却下すれば戦になりかねません。え、そうだな。あ、じゃあ はいにした方がいいのかな。はいはいはい。あ、全部分かった。うん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 、レックス、うん、そうだな。なんか下がった。陛下、私もケーキを一口いかが。そうだな、せっかくだからな。絶対危ねえってこれ。絶対危ない。やけどはしたくない。やめとこ、これは。うん。誰だよ。あ、ブーンがウサギになってる。鉱山の爆発事故で少なくとも100人が命を落としました。まだ採掘を続けるつもりですか。あ、これやっちゃうと国民人気はバーン下がっちゃうから良くないね。いいえ。うん、おー、敵国から停戦の申し出がありました。おう、戦を終わらせるまたとないチャンスです。じゃあ終わらせよう。はい。いい家にすると、まあ、下がるんだろうな、これな。はい。じゃあ、はい。はーい。じゃあ、もう戦やめます。はーい。オッケー。つまかった。おー、ゼノン。酔った兵士たちが、修道院を襲い、金目のものを奪ってきました。陛下、叱るべき制裁。まあ、いいんじゃない。じゃあ、これは、はいに、した方がいいかもね。はい。うわー、下がるな。南部の女王から、40冊の書物が献上されました。おう、図書館を建設。お、それはいいんじゃない。はい。あ、待って。はいにして、これ、もう今さ、もう、この武力がもう怖くて。した方が多分国民人気的にはすごいよね。まあ、お金は下がるでしょうね。うん。まあ、でもこれはちょっと個人的にははいにしたい。はい。あ、でも上がったね、こっちも。鉱山の作業員たちが、賃上げを要求し、働くことしません。なんだあいつら、働け。まあまあ、金はあるから。金あるから、はい、そこ。うん。陛下、闇市が横行しております。町に兵を派遣し、お取り締まりください。まあ、はい、かな。これどっちなんだろう。国民人気的に、闇市は、国民にとってありがたいもんなのかな。いや、でもここは取り締まろう。よくない。下がる下がる。東部の諸部族が攻めてきています。あいつヘンリーだろ。徴兵しない限り、我々に勝ち目ありません。じゃあ徴兵しよう。はい。うん。はい。あ！やばい！鉱山で十分な鉄鉱石が取れず、兵器の生産が追いつきません。陛下、国外から兵器を買い付ける許可を。はい、オッケー。うん。金を探して掘り進んでいたら、怪しい地下墓所の入り口を見つけました。中から不気味な声がするし、臭いし、見るからに恐ろしげな場所なのですが、っていうか、幻覚取れたね。うん。ブーンが普通のブーンだ。だからもう幻覚王と肩書きもやめてほしいな。うん。どうしようかな。用が入ってみよう。直ちに封鎖しろ。入りてえな。何か起きるんだろうな。入ってみよう。では、ヨガ自ら入ってみよう。あ、凶王。あ、これだ。力を消去しなう。なに、毎秒効果が発生。進化だっけ、来る気はな。エンターだ。
ひとたび男女に足を踏み入れれば後戻りはできない。王の不在で無法状態だった国にはたちまち荒れ果てるだろう。ていうか下がってる。やばいやばいやばい、もうすぐ行かないと。やばいやばい、そのまま進む。やばい、下がってる、めっちゃ下がってる、めっちゃ下がってる。そういうこと、風の扉。この扉の向こうから新鮮な空気が流れ込んでくる。わずかに光も見える。しかし行く手は閉ざされている。ていうか、もうみんな下がった。マジか。どうしよう。もうゆっくりやろう、そしたら。しかし行く手は閉ざされている。まあ、まず行くよ、扉を蹴る。足が痛んだ。しょうもな。扉を蹴る。これ、ご利用しちゃダメ？ご利用すか？ご利用す。蹴る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 。多分5回目ぐらいで。開くさ！開くさ！開け！開くんだよ！開かない！ダメだ。多分これさ、今ダンジョンに入ってるから、今国の状態わかんないけど、これ国に戻ったら、滅んでるよね。全部失ってるもん。引き返す。おぉ王は地下牢から脱出できたのか、それは誰にもわからない。ともあれ元王は失脚し、新たな王が玉座に着いた。虚しい。なんかしょうもねえな、ジェラルド。ああ、じゃあまあいいか。新しい王、エドワード、行ってみよう。密偵を雇うと、国民に好かれる統治を行う。OK、わかった。いやだからコベントン長いな、ずっといるなこの国に。軽口の外部ロシに透析器を壊されました。あ、これ前もやってたな。あやつの腕もうでもよろしいでしょうか。軽口の外部ロシ、鬼じゃねえよ、巨人と天才したんだ。おいら負けちゃったけどね。貴様を追放する、軍に弁償するのだ。一応しろ。ドフッと暴れ。あいつのポケットマネーでこれ減るのマジか。南の王国には若い王女があり、彼らは陛下とこの王女の婚約を主張しております。却下すれば育成になりかねません。あ、じゃあはいはい、これ全部上がるからね。お、レックスどうした。レックスは王についてきてほしいようだ。あ、じゃあ勝ったぞ。出したレックスは王地下牢の忘れ去られた奥部へと導いた。ダウガルルルル、大丈夫かレックス。あー、また出た。くっそー、早く行かないと。あ、スケルトンは鳴き声とも、無敵な、敵には長い剣持ってる。戦うぞー。ほらおれ、あー一号持ってきたか。あー、確かめてみろ。で、ここで、いやー、嘘、変われた。今、ここで、トゥー、よし、お前は聖者にしたら無口だな。その後の耳が悪いだけだ。一回下がろう。そして、これ届いてるかな、攻撃。届け！いけ！やった！勝った！新技習得。そして、スケルトンからバラバラになって崩れ落ちた。が、再生してまた襲ってくるかもしれない。オーバーしてそのまま立ち去った。中世の扉、地の扉。中世的。はい。壁は黒くつけている。中世の扉に入る。中世、入ろう。吐き気を感じた。口の中の水分が失われていく。ヒ素の扉。ヒ素、どうしよう。塩分取っとけー。塩分。これは風の扉。ヒ素。ん？じゃあヒ素行こう。一回。行き止まり引き返そう。はい。じゃあ、中世の扉。引き返、そのまま進める？風の扉。風の扉、蹴ろ。いたんだ。ダメだ。引き返そう。終わる。水銀の扉。そのまま進む。国が終わる。国が終わっちゃう。右行こう。待って、どうしたらいいんだ。扉開ける。多分これ無理でしょ。関係ないでしょ。ちゃんとダンジョン、これゴールあんのかな。レックス。いや、違うって。あ、レックスに殺されたって。在何年？在何年だったの？2年マジか。賃貸じゃねえんだから。そして新しい国王、ジェームズ。はい、行ってみよう。陛下がひいきにされているあの医師は、隠し部屋で神の教えに反する実験を行っています。すぐにやめさせてください。どうしよう。じゃあ、はいにしとく？はいにしたら、まあ、教会が上がって、まあ、国民人気も上がるんじゃない？下がったりと。私の部屋にはやましいものは一つもございません。
医術に実験はつきものです。弁マイモン医師よ、今後はこっそりやるようにな。わかった陛下、不測の事態に備えさらなる徴兵を行うべきです。あーどうしようかな。いやこれかなりがっつり下がんじゃない、兵力上げよう上げよう、うん、OK。 王都に学校を建設しましょう、民を啓蒙するのですと。ほう、はい、まあいいんじゃない。お金が、あ、お金がっつりかかるな今やっちゃうと。どうしよう、お金、まあ大丈夫でしょう、うん、私はシスターエルナ、新たに開校した学校の校長を務めております。おう、どうか子供たちの学びの場にご援助を。作ったんだからそっから先は自分でやるよ。下がった古くから修道院で生産してきた商品を商人ギルドが売り始めました。彼らに規制をかけてください。はあはあ、これどっちだろう。バランス取るために今お金あげたいんだけど、どっちがお金上がるんだこれ。まあ規制かけた方がいいのかな。はい、下がった。あ、終わる。陛下、私どもの商売を禁じるのは間違いです。お考え直していただけるなら新たな税を支払っても構いません。おおお、じゃあくれ、金くれ。危ねえ。南の国には若い王女がおり、彼らはまだか。うん、結婚ね、これははいだよね。はい、オッケー。馬術武芸大会開く今。いや今は開かない。はい、雫川が氾濫して国中に洪水の被害が出ています。教会と君も救援活動に手を貸してください。どうしようかな。どうしようかな。今これハイにしたとさ、金がっつり減るよね。すまん、国民人気下げよう。今はうわ下がった。この国の教会を危機に瀕しております。今ごと宗教改革を。あの、国民人気上がるんかもしんないよね、これ。よかろう。下がったぞ！誰のための教会だよ。教会は国民に神の裁きを下す権限をいただきたい。教皇は叱るべき大会を叱ると申しております。そうか、だけど、いい家で。あ、ごめん、あげよう、あげよう。陛下、お耳を拝借。ある若い女が自分の息子は陛下の落とし子だと。これ前もあったな。その女どうするか。大将。ストゲイ下がった、危ない。はい、そして陛下、弊社の衛生状態はひどいものです。予算を割いて対策を取られるべきかと。うわはいにしないとこれ下がるな。いやでも金もやばいぞ。いやでもちっちゃいもあれだから大丈夫。いや危ない。どうした、真相の声だな。陛下を成人に列することとなりました。つきましては、教皇は城の敷地内に屋敷を建てたい。うーわ、こいつ。いや、いらんから。いい。やめろ。金と権力が奪われる。陛下、パンの値段が高すぎて、民はみんな飢えています。半額にしよう。でも半額にしたっけさ。金が下がって、でも国民人気上がる。いい家にしたら国民人気は下がる。あ、どうしよう。いや、こっちかな。ごめんな。今、金ねえんだ。あ、終わった。マジか、暴動起こした。だって今の無理じゃん。あ、そうだ。納屋には食料蓄えてあります。すぐに警備の部屋を、よこしてください。飢えた者たちが詰めかけると危険です。ナイス！このためのこれだ。なるほどね。民の反乱を抑えるための備蓄食料だったんだ。じゃあ、これは、はい。危なかったね。陛下、王様の才能ないね。うるせえ。本当に軽口だな、お前。軽口。えへえ。まあ、なんだとぐらいでしょっか。なんだと。陛下がやってることで、民そこそこ受けてるのは、例のしょぼい春祭りぐらいだ。そんなんやってるんだ。自慢の祭りだ。春のパン祭りだ。しょぼくはなかろう。どうしよう。どういう風に影響するか分かんないものよりかは、諸僕は、なかろう？はい。下手くそなリュットの演奏に合わせて、よちよち踊るだけだろ？何が楽しいのかさっぱりだよ。うぅ、ああ。
めっちゃ正直じゃんこいつ。大衆が求めてるのは複雑なストーリーとアクションとロマンス要素満載の刺激に満ちたエンタメコンテンツだ。なるほどの、はい。つうわけだから、オイルが今週の娯楽管轄責任者に就任してやるよ。例には呼べないぜ。おお、これいいんじゃない？けど金減るんじゃない？ああ、でもこいつはなんかね、うん、民衆が喜ぶもの分かってそうだな。はい、金上がった。あ、交換をやったね。これだ。はい、ここだけの話ですが、ある修道士が別の修道士に噛みつき、あーこれか、その修道士がまた別の修道士に噛みつき、もはや手に負えませんゾンビ状態。はい、将軍、それは人狼だな。どうしようかな。将軍、聞こう。これはおそらく狼つきかと。私ではいかんともしがたく、つまり人狼だな。人狼、まさか極度の運動とは原因ですよ。お前人狼だ。ああ、お前人狼。ある公爵が諸夜剣を復活させると宣言しました。認められれば領主は領民同士の婚礼初宴に花嫁と床入りできるようになっちまいます。それの何が悪いことかわしには分からんがの、好きに。ああ、ラストオケイ、二つの意味で。ああ、なんか下がったぞ。陛下、城の守りが不十分です。新たに砦を建設しましょう。今そんな金はねえんだ。頼む。陛下、聖アルマンドの墓への巡礼を行事化いたしましょう。いい。ああ、下がんのマジかよ。チュンチュンピピン、どうした？とりあえず俺言う。ありがとう。どうした？ラガン。これらが猛威を振るっています。病人たちを手当てせよ。手当てせよ。まあ、金は減るかもしれないけど仕方ない。国はすっかり荒れ果て、商人と諸侯に乗っ取られてしまいました。なに？あ、ま、え王は拷問の末に鍛え、遺体は犬の餌にされた。王の名は侮辱の言葉となり、後世にまで残った。俺、交換王なんだけどな。